はい、皆さんこんにちは。まあ、前回の動画からですね、約1ヶ月半ちょっとぐらい経ちまして、まあ、久々の、動画投稿になるかなと思います。で、まあ、しばらくねちょっと更新が止まってたのでちょっと理由がありまして、まあ、一つがですねちょっと本業の仕事の方がちょっとめちゃめちゃ忙しくなっちゃいまして、ちょっとですね動画のね作成時間ちょっと撮るのが難しかったっていうことと、まあ、ちょっと休みの日もねちょっと疲れからちょっとねモチベーションが上がらなくてなかなか動画を作る機会が、減ってしまっておりました。まあ、あともう一つがですねちょっと体調不良等もちょこちょこありまして、ちょっとねバイクにしばらく乗れてなかった時期も多かったんでちょっと動画の撮影もね、止まっているという状況でした。であと3つ目、ちょっと今回のメインの話になるんですけれども、ちょっとねとある理由で、動画の制作を、止めてしまっていました。でまあとある理由なんですが、まあ、今回のねちょっと動画のタイトルとすでにですね SNS、まあ、X と、ブログの方ではですねお話をしていますが、ちょっとこの度ですね、大型二輪免許を、取ることにしました。でですね、まあ、ちょっとすでに、教習所の方にはですね通っておりまして、まあ、早ければ、年内12月中、まあ、遅くともですね1月前半までには免許が、取れるかなという状況です。まあ、教習所の方もですねもう、教習後半になってますので、まあ、予定通り、取れるかなという、感じでございます。でなんでこのタイミングで大型免許を取りに行くのかっていう理由なんですが、まあ、一つ目はですね、まあ、免許による、まあ、車両制限から解放されたかったっていうのが一つ理由です。まあ、当たり前なんですけれども、中型免許だと 400cc までしか乗れないので、車種に、限りが、出てしまいますが、大型免許を取ればですね、各すべてのバイク、乗れるようになりますので、ちょっと選択肢の縛りがなくなって、そこが解放されるというのが理由の一つになります。まあ、二つ目の理由は、まあ、個人的な理由でもあるんですけれども、まあ、免許を持ってないことによる劣等感からの解放ですかね。まあ、ツーリング先とかですね、まあ、大型バイク乗ってる方見てしまうとついついですね自分が免許大型バイク免許を持ってないことに対してちょっと劣等感を感じてしまっていたところがありますので、まあ、免許を取得することでねその劣等感から、解放されるんじゃないかなというのが、理由になります。3つ目はですね、このバイクに乗らなくなる時期にですね、まあ、今のうちに免許を取ってしまおうと思ったのが理由になります。まあ、冬になるとね当たり前なんですけれどもちょっと寒くてツーリングに行く機会も減っちゃいますし、まあ、バイクに乗らなくなるね今のタイミングのうちにせっかくなんで、免許を取っちゃおうかなということで、教習所に通い始めた次第であります。でまあ、ちょっと気になっている方もいるかなとは思うんですけれども、まあ、免許を取ったら大型バイク乗り換えるんですかっていうのが多分聞きたいところがあるとは思うんですけれども、今のところですね私の考えとしては乗り換えは、今のところ、考えていません。とりあえず免許だけ取っておこうというような、感じで考えてます。まあ、理由としましてはですね、まあ、大型に乗り換えるってなると、まあ、維持費的にねちょっと厳しくなりますので、まあ、必然的にね今、メインで使っている CBR と TW200 の方がですね、2台持ちっていうのは厳しいので1台に絞って、しまおうという形になりますので、まあ、そうなってくると、まあ、ちょっと TW はまだ買ったばっかりだし、ちょっと CBR と2台で、まあ、ツーリング先とか用途、まあ、オフロードメインだったりとか、まあ、長距離ツーリングメインだったりとか、まあ、そういったところでですね使い分けっていうのが、できなくなってしまいますので、ちょっと大型1台にするのは今のところライフスタイルに合ってないかなっていうのと、まあ、ここにいるねビーノさんもですねまだちょっとレストアは完了したんですけど、まだねやろうと思ってたボアアップとナンバーの、ね、取得がまだなんで、ちょっとこれも終わらせてから、まあ、乗り換えるんだったら、そのタイミングかなということで考えてます。ちょっとね、まあ、ビーノに関しては、ボアアップ考えてましたけど、まあ、やらないでこのまんまナンバーだけ取るか、
ナンバー取らないで、まあ、今この、ま、この今の状態でボアアップもしないでちょっと部屋のオブジェとして飾っとくかちょっと悩み中ですね。もしくはちょっと、まあ、レストアとしてはちょっと満足したんで、売却してしまうかということでね、ちょっと、もともとの予定とは違うんですけども、いろいろ考えているという状況でございます。まあ、ちょっとね、今後のライフスタイルと大型に乗りたくなったらですね、まあいろいろレンタルで借りれるものいっぱいあると思いますので、ちょこちょこレンタルで借りてみて、まあその中でね、気に入るものがあれば、乗り換えを検討しようかなと考えています。まあということでですね、まだね、ちょっとしばらく教習所通いになってしまって、まあちょっと休日はね、教習所に行くっていう時間を取らなくちゃいけなくなってくるし、まあもうちょっとね、冬でね、寒くなってきてますので、バイクに乗る機会がね、なくて、おそらくでですね、今回のこの動画がですね、ちょっと年内最後の、動画になるかなと思います。ちょっと今年はですね、目標にしていた登録者1000人っていうのも達成できなくって、まあちょっと後半からね、ちょっと動画投稿の方も失速してしまったっていうのもあってですね、なかなか、うまくいかない年だったのかなと思っております。ちょっとね、来年もですね、ちょっと、まあ今まで通りというか、少しね、頻度は今年よりもちょっと下がってしまうかもしれないんですけれども、ぼちぼちね、動画投稿して、お届けできるようにしていきたいと思いますので、来年もですね、ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、今回でですね、動画の方、今年最後の動画になりますけれども、皆さん、チャンネル登録していただいた方、まあ、視聴していただいている方、今年も、皆さんに、支えられてお世話になりました。来年もですね、ぜひ、よろしくお願いいたします。それではですね、今回の動画は、ここで以上になります。ご視聴ありがとうございました。